シャープは4原色技術を搭載した 3D 液晶ディスプレイを世界で初めて開発しました。今回開発した液晶ディスプレイは、映像を右目、左目用に振り分けて立体表示させるアクティブ液晶シャッターメガネ方式を採用しています。従来この方式は 3D 表示時の輝度が低く、クロストークなどの課題がありましたが、シャープ独自の4つの技術を融合させることで、そのような課題を解決しました。その技術の一つ、4原色技術は、従来の赤、緑、青の3色に新たに黄色を加えて表示させる多原色技術です。ひまわりの黄色い花びらの色が全く違うということをお気づきになると思います。我々が思っている本当のひまわりの色が出ていると、あるいは黄金色がきれいに表現できると、ツタンカーメンのマスクの色が本当に黄金色として輝きを持てる、こういう表示ができるようになりました。また空、青い海、シアンといわれるブルーグリーンの色合いというものが従来なかなか表現しづらかったんですが、ここが大きく表現が豊かになったことがご理解いただけるというふうに思っております。もちろんこれを実現するためには映像信号処理の技術であるとか、あるいはエソの設計の技術であるとか、非常にブレイクスルーする技術のポイントは多々あったわけですけれども、この度無事それを完成することができまして、我々の 2D の通常のテレビ、そして 3D の新たなテレビ、この両方にこの4原色というものを今後どんどん採用していきたいというふうに思っております。この他にシングル信号配線で 240Hz 駆動を実現するフレット技術や、画面横に LED バックライトをマウントするサイドマウントスキャニング LED バックライト技術も高輝度、低クロストークに貢献しています。また昨年9月に発表したテレビ用液晶パネルの中核技術である UV2A 技術も使われています。シャープはこの 3D 液晶ディスプレイを搭載した製品を5月に発表し、夏商戦に向けて発売する予定です。Digging for News。